はい、皆さん、こんにちは。アジアで生きてるケイちゃんです。今回はですね、イエローです。イエイエケイちゃんでこの動画撮ってきます。ですね、ちょっとね、後ろを見ていただくとわかる通りですね、ちょっとね、1、2回ぐらい前の動画から、ちょっとね、ここのね、今現在ホテルの中なんですね。で、なぜホテルにいるかっていうのはちょっとね、私、今日ぐらいでもね、別の動画で、ちょっとね、私のプライベートな話でいろいろ今年に入りましていろいろ動きがありますので、この YouTube の話題も含めてですね、ちょっと話はしていきたいなと思います。で、それとはちょっと別にね、今回の話題なんですけども、今回はね、ちょっとね、サムネイルにも書いておきました通り、例のですね、今日も楽しく KK 問題、 KK 息子だよってことでKK の息子の例のですね、フォーダム大学の3年間と言われてますけどね、留学生活に関して、いかにね、フォーダムサイドとしては真剣だったんだよというようなね、そういったね、記事がね、以前出ておりましたので、ちょっとまた今度ね、それを引っ張ってきて、もうやっぱりね、まあ、それはね、フォーダムサイドとしてもね、やっぱりその、実際のですね、元皇族の、当時はね、フィアンセの内定者だったんですけども、そういったようなね、元皇族のフィアンセが来るぞっていうことで、やっぱりね、アメリカに関してはね、ロイヤルありませんのでね、アメリカ国民にも非常に、人気がありますし、なおかつですね、興味を引くような話題なんで、そういったような人間がうちの大学に来るぞ、なおかつね、うちの大学を通してニューヨーク市の弁護士になるぞっていうことになると、非常に大きなね、宣伝効果になるんで、そういった面でもね、非常にフォーダムとしては期待してたし、真剣だったっていうのはね、そういったね、記事が出てるんですね。で、ちょっとね、これはね、いつの記事かというとですね、2018年の9月27日号の女性セブン。で、これ2018年の9月っていうと、確か2018年の8月にこの KK 息子はフォーダム大学にね、突如として、留学しましたよね。ちょうど留学した直後の約1ヶ月ぐらい経った後のお話なんですね。なので、ああ、この頃はこうだったんだな。やっぱりフォーダム大学としては、ある程度真剣に考えていたんだな、というような中でね、この KK 息子がいかなる VIP のですね、待遇を受けていたか。もうなんかね、こんなのね、記事を読むだけでちょっと頭きちゃうような話なんだけど、でもそういうような事実があったということでね、ちょっとね、お伝えしていきたいなと思います。で、ちょっとね、この女性セブンの18年9月27日後のちょっとね、記事を抜粋して読んでおきますが、まずですね、その KK 息子がいかに VIP だったのか。もう単なる本当にね、一パラリーガルの一日本国民ですよね。なんでこんな一事務員のですね、パラリーガルの一国民がこんだけのですね、VIP 待遇を受けるのか。もうね、こんなのやっぱり受けさせちゃうから、やっぱりこのもう天狗の鼻が天狗になってですね、もう俺は何もしなくていいみたいな形になっちゃうわけですよね。ちょっと読んでいきますが、渡米に際しては空港で2人の大学スタッフが出迎え、大学スタッフの方が出迎えたそうです。高級ワゴン車らしいです。で、アパートまで送ったと。入学前には大学敷地内の学生寮に引っ越しましたが、専属男性スタッフが付きっきりでアテンドしてたんですって。そういったようなことをなんかね、どこぞのメディア関係者が言ってたって話なんですけどね。初日の登校時には大学側のセッティングで日本のメディアに初登校シーンを撮影させるという異例の演出も、あ、これはなんかありましたね。もうね、もう4年ぐらいの前の話ですけどね、なんかありましたね。私もなんかテレビかなんかで見たような記憶があります。警護する大学スタッフを引き連れ、KK 息子は意気揚々と大学へ乗り込んだっていう話なんですね。ふざけんなって感じだけど。で、皇室や王室がないアメリカは、ロイヤルは非常に価値が高いと、ロイヤルの留学先に選ばれるのは非常に名誉なことで、大学はそれを宣伝材料にし、学生や寄付金を集めたいと考えているはず。だからこそ、フォーダム大学は3年間でおよそ2000万円とも言われる、授業料を全額免除するマーチン奨学金に、KK 息子を選んだという。
なお200人ほどの留学生からたった一人しか選ばれないマーチン奨学金を受けた KK 息子でも、ニューヨークの試験は合格リストには名前がなかったって話ですね。なんかね、読んでるだけで何これって感じですけどね。でですね、日本の弁護士でもなく、そもそも大学で専門的に法律の勉強をしたこともないパラリーガルという事務員です。事務員の KK 息子を難関のニューヨーク州の弁護士試験に、合格させたら、フォーダム大学は、すごい大学だと全米に名前を響かせることになるでしょうと。その一方でロイヤルを合格させられなかったら、させられなかったんだよねフォーダム大学さんと、それこそね、顧問にかかりますっていうようなことを3年前に言ってました。もうね、恥さらしもいいところですよね、フォーダム大学としてはね。講義室での授業だけではなく、マンツーマンの個別授業も行って、これもなんかね、写真で、数枚暴露されておりましたよね、この個別授業に関してもね。徹底的に面倒を見るようです。見たんだよって話ですね。というようなことを今度はね、外務省の関係者が言ってたって話なんですね。大学が威信をかけて個別特訓までするのだから、KK 息子にも十分に合格のチャンスはあるはずだ、なかったんだわって話でね。本当にもう。ねえ、まあそういうようなことを、まあ本当に VIP ですよね。VIP の待遇があって、それを尻目にですね、当人の KK 息子はですね、まあ、思惑ということで、要は KK 息子にとっては日本で弁護士を目指す道もあったが、いや実はこれはなかったんだよね。この3年前にはね、日本で弁護士を目指す道もあったが、なんていうことを女性セブンが言ってるんですけども、なかったですよね。まあ、M子さんが暴露したように、最初から海外で拠点を作ってほしいってことで M子さんをお願いしてたわけだから、日本で弁護士なんか取る、弁護士資格を取るなんていう気持ちはさらさらなかったわけですね。まあ、ただこの女性セブンの、記事の中では、要はね、日本の試験は非常に難しいと、こんなようなね、VIP 待遇をしてくれるところで、なおかつね、個別授業までしてくれると。まあ、合格率見てもね、アメリカの方が合格率は高いから大丈夫だろう、なんてことを簡単に天秤にかけて言ったんだろう、みたいなね。そんなことが書いてあるわけです。まあ、それはあるでしょうね、気持ち的にはね。で、これに加えて、このね、女性成分の記事の中で書いてあるのが、やっぱり、あなた方甘いですよ、見通し、KN 庁みたいなね。そんなことも書いてあります。KN 庁関係者の間でも、KK 息子の留学で、M 子様の結婚問題も一段落という見方が広がっている。甘いんだよ、ほんと。全然甘いよね、この KN 庁。全然仕事してねえんだよって感じだよね。眞子さん、M 子様と、KK 息子が物理的な距離を取ったことは大きなことです。M 子さんは、ね、立場上お忍びで渡米することは不可能ですと、3年間も自由に会えなければ M 子さんもじっくりとお考えになる時間があるでしょうというようなことを KN 庁の関係者が4年前には言ってたっていう話なんだけど、時間はいっぱいあったけど、時間をかけてアメリカで早く拠点作ってねって送り出したのは誰だったんですかっていうことが、もう去年のね、10月26日の会見で分かったという話なんですね。まあ、今回はですね、いずれにしてもこの女性セブンの3年前、2018年9月27日後、3年半ですね。3年半前の記事を見ても、いかにですね、フォーダムロースクールが、この KK 息子をね、こうやって取り込んでですね、あ、元皇族、要するに皇族のですね、プリンセスのフィアンセが来るぞみたいな形で取り込んで、いかにですね、その寄付金をいっぱい集めたい。学生をいっぱい集めたいっていうようなことで一生懸命やってたにもかかわらず、何このポンコツはみたいな感じだったって話ですね。こんだけやってですね、試験受かんないんだからね、マーチン奨学金200人に1人、私前は400人に1人って確かね、そういう記憶あったんですけどね、200人に1人って書いてありますね。まあいいですよ、200人に1人だろうが300人に1人だろうが、そういった人間が受かんないこと自体がどう考えたってね、ありえないって話ですよね。ということで、いかにね、フォーダム大学が真剣にやっていたか、
VIP 待遇をこの KK 息子につけたのか、でも全然ダメだったって話と、結局はフォーダンも自分の目論みがあったにもかかわらず結局は被害者だったんだよっていうね、そういう話をさせてもらいました。もうとにかくね、このね、KK の母子、KK の親子に絡んでるような人で幸せになってる人は一人もいませんよね。まあそういうような親、所詮はそういうような親子だということですね。そういうような親子が今現在は日本の皇室の縁者になっちゃってるというこの事実、とんでもないという話です。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。それではまた。バイバイ。